ゴミで思い出したわ。なんか今日なんか切り抜きチャンネルが上げてた、あ、リオルの方ね、リオルの方の切り抜きが上げてた動画で、なんだっけ、外役切断バグみたいなサムネの動画があって、なんかこんな対戦あったっけなと思って見たら、なんかコメントに、なんかジラーチのアカウントのリンティンってやつが、面言動画切り取るよってコメント書いてて、それに対してなんか切り刻んってやつが、なんか、面言配信6月まで切り抜き禁止なんて、いや、事情知ってから語れボケがってコメントしてて、こいつも暴れ散らかしてた。6月ってやっぱみんなイライラするあれなのかな。喧嘩、ここでも喧嘩してるしな。喧嘩しかしてない。